俺も寝れなくてお前のゴール見てた。そりゃ寝られないよな、こんなの決めたら。ストライカーとして最高の瞬間だろ。俺にもあったんだ、自分のゴールに酔いしれて眠れない夜とか、世界一のストライカーを夢見てた時は。俺は夢を諦める理由を探しにブルーロックに来た。お前に俺の何がわかんだよ。